大人気女優の深田恭子さんと有村架純さんを占いました。幸運呼ぶチャンネル、チャンネル 4U の空です。今日は深田恭子さんと有村架純さんを占いたいと思います。有村架純さんは、住という字が本名は、住むという字になっていらっしゃいます。深田恭子さんは、本名と芸名が一緒でございます。それでは深田恭子さんの方から占いたいと思います。深田家の、初年運は先祖運になりますが、17画の吉、17というのは、とてもこう目立つところにいらっしゃって、意志が固く目標に突き進んで万難を排して、吉運になるという画数ですね。とても義理がたい面を持ってあって、とても人情家でいらっしゃいますという画数です。本格が15画の大大吉、これはもうラッキー運ですね。自分の思うようになっていくということですね。外からの運も15画の大大吉、これも5大吉数の一つでいらっしゃいまして、外からもとてもラッキーな方がたくさんいろいろなことを持ってきてくださるということですね。それでとてもCM とかですね、いろんなことに出演をされていらっしゃいます。それから家庭運が18画の吉、18というのは人に頼らない力強い吉数ですね。自制心を失わなければ周囲との調和でさらに成功するという画数になります。恭子さんの初年運ですね、幼少期の画数が13画の大吉、13画というのはとても思いやりがあってきめ細やかな配慮が行き届く方で、とても器用で人付き合いもとても上手な方でいらっしゃいます。それから仕事運が27画の凶になっていらっしゃいますので、27というのは協調性がなくて周囲との争いが生じるというところがありますね。才能はあってもその辺のところが信頼が欠如していくので凶というふうになっています。晩年運が30画の凶なんですが、30というのは静水運といいまして、浮き沈みが激しくて行動次第で吉凶の変化があるということですね。掛け事は NG という画数になります。この辺のところで、占っておりますが、27画というのが自尊心がちょっと強いので、誹謗中傷を受けるというところがありまして、そうですね、人の中傷などによって刑罰とか遭難とか自殺などが多いという画数にもなります。ちょっと精神的にですね、その辺が災いしてくるという画数になっております。30というのも、善に向けば善、悪に向けば悪というですね、その辺のところが紙一重っていうところでちょっと心配なところもございますが、大成功するっていうのもあるんですが、大体においていいことをたくさんされていたら世の中のためにですね、そうすれば、大成功するという画数でもあるんですが、大体において孤独や発酵や倒産や短命などがありますので、少し精神的にですね弱いところがあるのかなというふうに思わせていただきます。それから有村架純さんですね。有村架純さんは先祖の初年運が13画の大吉、13というのは恭子さんと同じで、とても配慮が行き届いてきめ細やかで器用で人との付き合いもとても順調に行かれるという人から好かれる画数が13画でございます。それから本画のところが16画、それから外のところも16画ですね。これはもう大吉なんですが、とても容姿端麗でもあり、とても人気がある方ですよね。それで16というのは人気がある画数になります。修房運と言いまして、そして最終的にはリーダー的な素質も持ってあるので、大成功をするというですね、自力で大成功をして人の上に立つ暗示もあります。行動力がとても旺盛なのが16画になります。それから架純さんというですね、芸名の方は19画になって大凶になっていらっしゃいますが、これは幼少期の芸名ですので、これはあんまり関係ないと思います。どちらかというと、住むという字の、三髄のですね、住むという字の方で霞で占う方が、正しいのかなと思いますね。もう初年運は過ぎてありますので、大体20歳ぐらいまでですから、
25画の吉ですね。25というのは海外にも縁がある画数でもあり、また外国語にも縁がある画数になります。25というのは根性運といいまして、真の強さを持っていて苦難に立ち向かう素質があります。我慢強ければ吉運の秘訣になるということですね。少し、わがままなところがありますから、そこを抑えれば、とても吉数になるという画数です。それから家庭運が、芸名でありますと26画の吉、本名でありますと32画の大吉になります。どちらかというと本名の方がいいですね。32画というのは人と物と金が集まってまいりますので、そちらの方がいいですね。まあでも、本名のところがいくら芸名であっても影響することの方が多いと思います。26画の吉というのもそうですね、浮き沈みはあるんですが、その沈んだ時のことを、糧にして頑張れば成功するという画数になります。外の画数が、本名でしたら22画の強になりますので、22というのは、何事も中途挫折を繰り返して無気力に陥る強なんですが、事故や破産の暗示もあって、騙されるという画数が22ですね。芸名のところが、22画の強になっていらっしゃいますので、22というのは、人から、騙されないようにしなきゃいけないというので、財産管理など、また、事故などにも注意しなければならないという画数になっています。晩年の画数が芸名では32画の大吉、これは人と物と金が寄ってくるという画数ですね。これもとてもいい画数ですね。本名で言いますと38画の吉ですね。38というのはとても女性らしい画数で、技量運といいまして、素直さが長所で人から嫌われない性格ですね。特殊な技術系で能力を発揮されるということで、これはもう文芸運と申しまして、これもとってもいい画数でございます。とても優しい性格でいらっしゃると思います。それから家庭運の方が32画の大吉で、そうですね、芸名の32画と同じ画数がございます。だいたい有村架純さんのところは、本名と芸名とで占わせていただきました。どちらかと言いますと、本名の方が強く出るっていうことの方が多いですね。芸名よりもですね。その点ではやはり本名が、戸籍の方にありますので、どうしても本名の、影響が一番強いです。それでもしっかりと、芸名の方や例えば名刺の、名前などをしっかりと使っていけば、多少その辺でカバーできていくのでですね、悪い画数でも、芸名や、改名をした時はその影響もだんだんと出てくるということになりますので、ただなかなか本名を本当に、戸籍から変えるというのはなかなか難しい、ところもございますので、その辺では、両方の影響が出ると思われた方がいいのかなというふうに思います。それでは今日は、人気の深田恭子さんと有村架純さんを占わせていただきました。とても、素敵なお二人で、とても可愛いお二人でございます。とても人気のあるお二人ですので、さすがに15画と16画の集合運がございますね。とても人気があるお二人です。やはりたまたまお二人を並べて、結構私はお二人を並べて二人を同時に占うことが多いんですが、かなり、たまたまでしょうけれども似たような方を、お二人並べて占うことが多いですね。偶然だとは思いますが、かなり似たような方がお二人並んで、その占いですね、鑑定をすることになることが多いのが、最近ちょっと分かってまいりました。とても不思議な現象ですが、やはり似たような方がたまたま、お二人、この二人を占ってみようかなと思う時に、よく似た雰囲気の、見た目は全然違いますが、よく似た画数をお持ちの方がたまたまお二人ここに並んで、生命鑑定をすることが多いですね。それでは今日は、最後までのご視聴誠にありがとうございました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。あなたに素敵な日々がたくさん訪れますようにと心から祈念を申し上げまして、今日は、終わりとさせていただきます。それでは失礼いたします。 Have a nice day.